い、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日のですね、今日お勉強する英単語はですね、こちらですね、バシン。stand。まあ、stand もですね、もう有名ですね、立つ。ね。stand up please とかね、言いますからね、stand は有名だと思いますけどもね、立つというね、意味でございます。はい、こちらの方ですね。ですよね、はい、OK。発音いってみましょう。stand.Stand だって。Stand じゃなくて Stand。Stand. I stood on the stage. Stood.スタンドの過去形ですね。はい。私はステージに立った。I stood on the stage. はい。そのうち、成功のステージ。成功という名のステージ。に立つ。吉田成正です。はい。stand. はい。ということで、本日、お勉強した英単語は、stand. stand. 立つ。でございました。See you next.